上司の嘘と溺れる恋。チャンネル登録お願いします。私の人生なんて B 級映画のようなもの。低予算、短期間で作られた質の悪い映画。ありきたりなシチュエーション、ありきたりなキャラ設定、どこにでもいそうな男と適当に恋をして、そのままなんとなく結婚して、そして女を終えるのだ。それでいいと思ってた。それで幸せだと思っていた。あなたに会うまでは。なんでこんなに時間がかかるんだ。もっと要領よくできるだろうが。すみません。ひえ、今日も鬼のおじは不機嫌だね。ああ、営業第一課長、鬼の王子こと鬼木隼人。彼が移動してきたのは1ヶ月前。王子のような甘いルックスに反して厳しい態度。いつしかみんなからは名前をもじって鬼の王子と呼ばれるようになった。課長っていつも深川さんには厳しいですよね。他の女性社員には普通なのに。さあ、仕事仕事。深川瑞希、25歳。大手食品メーカーの営業事務として営業担当者をサポートするのが私の仕事。入社して3年目。さすがに仕事も覚えてきたし、用心深い性格からミスも少ない。この課にいる20人弱の中で私の何が気に食わなかったのかわからない。私だけ王子をチヤホヤしなかったのが気に入らなかったのかな。まさかね。どちらにしたって既婚者を男としてなんて見られるわけないし、そこまで飢えてません。うん、なんだその目は。反省しているのか。はい。じゃあこれ今日中に終わらせておいてくれ。何をやってるんだろう私。デートもすっぽかして、こんな雑用を押し付けられて。恋人の拓也とはもう2ヶ月も会っていない。メールも最近は業務的な内容だけ。こんな毎日がずっと続くと思うと嫌になる。というより怖い。恋愛も仕事も一生懸命しているつもりなのに充実感が全くない。私の人生これでいいの？まだやっていたのか。誰かに手伝ってもらえばよかっただろう。私の仕事ですから、はあ、お前は俺の言いたいことが全く分かってないな。いつも一人で抱え込もうとする。私には協調性がないということでしょうか。いや、もっと頼れと言ってるんだ。は？頼れ？お前さ、なんでいつもつまんなそうな顔してんの？なあ、生きてて楽しいか？これを見たら、奥さんはどう思うでしょうね。やってやったー。上司の嘘と溺れる恋。全国の書店や各電子書店にて好評発売中。スターズ出版が運営する小説サイト&アプリ、小説サイトベリーズカフェ、オフィスラブや異世界ファンタジー小説が無料で読み放題。詳しくは概要欄から。チャンネル登録お願いします。